とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略、やっていきましょう。まだね、4回しかクリアしてないんですけども、これで、だいたいいけると思います。では、行きましょう。まず、1階に入りまして、8入れてください。今シーズンはね、このね、働き蜂が、結構いい働きをしてくれます。なので、働き蜂は入れるようにしていきましょう。んで、1回はね、極力、エンチャンターから先に倒すようにしてください。まあ、まだね、1回の敵の火力なので、大丈夫ではあるんですけども、まあ、そっちの方が、時間短縮になっていいのではないでしょうか。1回おしまいですね。ところどころ難しいところがあるので、いや、うん、まあまああるし、めんどくさいところが多いのよ。うん、そこ注意していきましょうね。ここ何もいりません。そのまんま行ってください。で、2階です。ね、8のエンチャントは別にね、俺は1でいいと思ってます。1でも十分発動してくれるので、うん、そんな多くは入れずともいいかなというところですね。で、2階も特に敵の数は多くなく、大丈夫だと思います。よっしゃ。まあ、敵にね、囲まれないように、戦っていきましょうね。OK。こっち行かなかった、誰か。気のせいか。なんかそっちに誰か行ったような気もするんだけど、気のせいですかね。終わり？いや、なんかいるぞ。やっぱりね、ほらほらほら。なんか動いた気がしたんだよね。で、2回クリアで報酬を取っていきましょう。報酬はバーストクロスボウですね。これがね、結構メインウェポンになってきます。エンチャントで長弾とボーナスショットを入れてください。で、あとあと長弾を多めに入れる感じとなってます。結構この武器強いので、あとあとまで使っていきます。 OK。 で、ここも特に問題はないっすね。強い敵もいないし、あぶね、そう注意することもありません。よし。蜂がね、どれだけ出てくるかによって難易度もまあ変わってきますけども、大丈夫だとは思います。3回クリア。次に行きましょう。ここで報酬、虚無の矢筒ですね、取っていきましょう。これボス戦でも使いますし、この雑魚戦でも矢の節約になりますので使っていってください。うん、やっぱ虚無が入るとでダメージが全然違うのでいいよね。で、ボーナスショットが入ってるんで結構な数に当たってくれる。しゃ、あとは、あ、こっちにもいたな。打ち漏らしがあるとね、また戻ってきて戦わなきゃいけないので、ある程度確認してから先に進みましょう。終わり、4回クリア。次に行きまーす。よし。ここ何もいりません。ビーストバーストでボスを倒す方法もあると思うんですけども、ちょっとね、耐久力が、途中で難しくなると思うんだよな。なので、違う方法で行ってます。長弾を2ですね。さっきのところで入れてても大丈夫です。で、ここは、危ねえ。弓で戦いましょう。クリーパー多いし、ノーマル武器では、初期武器では、3発かかるんですよ。なので、どうしても爆発してしまうので、よっしゃ。できるだけ。よし。
弓を使って戦っていってください。ああ惜しいな、惜しい惜しい、やばいやば、押し込まれてきた、あーめー、よし、まあまあまあいけましたね。まあ凍結を食らわなければ押し込まれることもないと思うんで、まあ凍結をねなんとか避けながら頑張ってください。うん、まあまあ俺は今ここで戦ったんだけども、ちょっとこっちの方で戦うとかね、そういうのもいいと思います。突っ込むと危ないですからね。でここスノーアーマー取っていってください。もうね耐久力が若干低くなってるので、もらうとやばくなるんですよね。うん。で、長弾3です、していってください。で多分テンペストゴーレムの一番早い倒し方はビーストバーストなんですよ、間違いなく。おいおいおい、なのでまたそれはね別にするとして、今日は違う方法です。うん、確かにビーストバーストいいけどね、ちょっとね防具を選んだりするのでリスキーではあります。 OK で、ここも、初期近接装備ではかなり厳しいんですよ。なので弓で戦うようにしてくださいね。6回クリアんで、報酬で雷の杖ですね、これボスに使います、絶対取ってください。あ、でエンチャントですね、雪玉1入れてください。まあないよりはマシってぐらいです、うん、ないよりは OK、 敵の動きを止めてくれるのでないよりはマシ で、 できるだけね、近接で倒したいところ、弓である程度減らして近接で倒して蜂を召喚していくっていうのが正しい倒し方だとは思います。ただちょっとね難しいっていうか面倒くさいというか、よっしゃ押し込まれてきた。で OK、 蜂が出るとね一気に安定しだすので、8ゲーですね今回は。じゃあ OK、 8頼むよ、出ない出ないな、これは完全に運です。はい、ここ報酬メイスです。武器取っていきましょう、全然火力がね変わってきます。でメイスはエンチャントまずは入れずに、雪玉から入れていって OK です。雪玉のね、1と23全然性能が変わってきます。なので雪玉をちょっとでも上げていった方が俺はいいかなと思います。はい、でこうメイスは一応取ったには取ったんだけども、こうラビジャーとかね結構鬱陶しいんですよ。なのでよっしゃいけ、ナイス、ちょっと待って、あっぶねー、いやね雷の杖で、あぶねあぶね、タワーガードも一緒に倒したって言ったんですけども倒せてなかった。よし OK、 まあ蜂はなくなったけどね武器に、でも火力が十分あるので倒していける。よしでここネームドがいます。あいつは今最後に戦う方がいいですね。うんうんうん OK、 でよし、あぶね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 、雷の杖を使っていってもまあ、いいにはいいんだけども、俺は使わない方がいいかなと思います。なんかちょっともったいない。いや、落ちそうだな、こいつ。変なとこ落ちたね。
よっしゃ、終わり。8回クリア。次行きましょう。まあ、今シーズンはとにかく面倒くさいということを覚えておいてください。愛のメダルを取っていきましょう。愛のメダルがね、やっぱりね、活躍します。はいはい、よし。でメイスは3発目を当てる感じでいくと結構なダメージを与えれていいですね。 OK、 ナイスリープリープ。そういえば愛のメダルよ、あれが強い。おいし、いいんじゃないですか。でもエンチャント入れるの忘れてた、危ない。で雪玉はね、もう2でいいです。2で十分。もう次で防具を変えるので、こっからは武器に、振っていきましょう。まずはね、吸血がいい。うん、回復手段を一つ入れておくとだいぶ違うので、吸血を入れちゃってください。しゃ、まあ、1はね、吸収量がしょぼくはあるんだけども、これでも回復するからね、全然違います。終わり。9回クリア。でここでビーネストアーマーですね。これをね、最後の方まで使います。あ、最後まで使うか、一番最後まで。んでビーネストアーマーを上げてください。 B ハイブになって、耐久力がぐっと上がります。はい、でエンチャント入れていきましょう。エンチャントがポーションバリアですね。ポーションバリアを2です。そして火力枠で雷ですね。これで十分です。はい、ここがね長いのよ。倒し方としては、待ってよ、虚無の矢筒でボスを虚無らせます。で虚無らせて倍率が出たところを、よし、雷の杖を伝って倒す、そんな感じですね。よし、はい、おり。多分それが2番目に早い倒し方だ。ビーストバーストならなんかね、ワンパンいけそうな気もします。まだやったことはないけども、なんかいけるような気はする。でも万人向けじゃないかなと思うんですよね。よし、 OK。 ちょっと矢が64本、今回あんま出ないな。それでもなんとかしていこう。でこのね、ビーネストアーマー、ビーハイブか、耐久力がね全然違う。8連だよ、危ねえ。いきます。ちょっとある程度削ってやりますね。いいかな。よし、 OK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 、 こんな感じです。これで、まあ、2ターンキルができる感じですね。でこうはまったら、メイスの3発目を当てていけば安全に倒せると思います。 OK。 ほんと今シーズンこのね、めんどくさいボスが2体も出てくるんで嫌だよね、ほんとに。ほんと勘弁してほしい。よし、ザコは任せた。ちょっと OK。蜂は消えてくれ。 OK、 蜂がいるとね、ちょっと虚無が無駄になることがあるんで、そろそろいいか。いきます。あー、うそ、倒しました。もうちょっと叩いたが良かったね。
最初に若干叩くっていう調整が結構重要っぽい。もうほんとミリだったな。もうあの調整ミスで1分半とかそれぐらい無駄にするんで気をつけてください。はい、では行きましょう。ここフレームはですね、持っていってください。危ない危ない、エンチャント入れないとね。エンチャント入れましょう。まず虚無1でいいです。んで火属性です。火属性が結構重要ですね。あれが結構ダメージ稼いでくれるので、火属性をしっかりと入れていってください。パワー以外ではそんな火属性使わないですよね。パワーではあれ結構神スキルですもんね。オッケー、いいね、いいダメージ。オッケー、ナイス。終わり？あ、お前がいた。で、極力ソウルは貯めていってください。あ、いた。最後のね、邪悪なレイスでソウルが必要になるので、極力、貯めるようにしていってください。で、ドラを、これ虚無の矢筒ですねと交換しましょう。まあ、そんなに草しなくてもソウルは溜まるかもしれないですけども、俺は一応草刈りをある程度していってソウルを早めにマックスまで持っていきます。多分しなくてもハマるちゃ思うんですけどね。しゃ、今回矢が少ないな。矢筒があんまり出てきてくれませんね。よし、 OK、 ナイス。で、このね、ビーハイブ、まあビーネストアーマーもそうだけども、蜂がね、攻撃の時に出てくる、それがありがたい。本当に今シーズンは蜂がね、役に立つ。あ、バカ来んなよ。お、危ねえ危ねえ。よし、危な危な。クリーパーをね、愛のメダルにかける時は要注意。よし、終わり。もう一個、あ、出ないか。でも156本、まあぼちぼちあるんじゃないっすか。んで13回報酬は何もいりません。そのまんまですね。あ、余裕だな余裕だな。そうだそうだ、重草刈りがあるんで余裕です。で、ここもう最後の最終局面に行くまでに HP めちゃくちゃ削られると思うんで、極力草刈りをして蜂を出してあげるといいですね。蜂が竹取ってくれるんでだいぶマシになりますね。 OK、 いいじゃない。 OK、 で、ある程度この扉が閉まってる間に減らしてあげると楽ですね。よし、あっち側に蜂が出てくれればもっといいんだけど、今回は出てきてくれてない。そっちに蜂出ろ、出らんか。まあいいや、愛のメダル打っとけ、打っとけば下のねスイッチを押してくる頃には多分終わってるだろうから、いけ。なぜリープリーフに当たらない。よし、雷の杖のねターゲティングなかなか難しいですよね。あと、あ、そのぐらいか。よし、オッケー。矢筒が出てきてくれると嬉しい。まあまあ多分もうこれだけありゃ
こととありますけどね、大丈夫です。んで、武器変えましょう。メイスです。今回ね、よくメイスを使う。本当に。虚無です。とにかく虚無。で、雷です。虚無はとりあえず1でいいです。雷がまずは、火力が出るので入れておきましょう。雷ね、結構発動してくれるんですよね。で、範囲も結構広いので、戦闘が楽になります。ちちちち、当たれ当たれ。よし、落とした。はい。あー、当たった。毒は食らいたくないのに。よし、OK。んで、ここで、一度愛のメダルを使ってやって、ある程度減らしてあげて、向こうに行くと、いい感じですね。しゃあ。いいんじゃない？で、あとは、あそこでおしまいか。OK。もう弓がね、火力がないんで、ぼちぼち倒しましょう。はい、15回クリアでーす。次。んで、ここ報酬何もいりません。で、16回。ここちょっと注意が必要ですね。注意が必要。急に敵が真横に湧いたりするので。まあ、位置取りをね、ある程度分かれば大丈夫だと思います。うん。OK。で、この後、あと2回湧くかな？ OK。これね、真ん中あたりにいると危険です。危ない。できれば、俺はこっちがいいと思う。あ、やばい、やばい。危ねえ、危ねえ。危ねえ。よし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 、クリーパーが来るからね。よし、あの上の方で愛のメダルを使ってチビたちを、かけてから全部起爆するってやつなんだけども、ちょっと失敗です。 OK。 多分ね、一番上で待機してるのが一番安全だとは思います。この辺ですね。で、出たらすぐに愛のメダルをして、今のはクリーパーまでかかったんだけども、クリーパーにかけないように行きましょう。はい、ここ何もいりません。そのまんま行きましょう。よし。17回ですね。もう問題はないと思います。よし。おい、何それ何それ、変な動きした。よし、やっぱね、こうビーハイブのね、蜂を今回は本当にね、蜂ゲーです。よし、この蜂がいれば何とでもなります。よし、 OK。 終わり。 あと1回出るか。では18階に行きます。ここ報酬は何もいりません。そのまま進んでください。エンチャント入れるの忘れてた。さっきのところで入れて大丈夫です。ポーションバリアですね。で、ここで虚無を上げていってください。虚無ですね。はい、どんどん行きましょう。で、この次のね、ボスが、ダイナモがね、有効なやつだったら、こうダイナモ入れてぐる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 回っときゃいいかなと思うんですけど、ダイナモがね、あんまり有効じゃない。あんまりっていうか、全然。伸びはね、シールドがなかなか削れないので、あれ、ダイナモが無駄になるんですよね。
なのでノビはとにかく手数でガシ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 削っていくしかありません。はいはい、逃げるなよ、めんどくさいから。よし、任せた。よし、ナイス。はい、18回クリア。次、報酬はいりません。で、商人ですね、ボールを上げていきます。ビーハイブを、はい、強化してください。んで、次ですね、ここ特に言うことはありません。まあ、とにかくクリーパーに気をつけて。あぶねー、あぶなー。よし、愛のメダルをね、うまいこと使っていければいいんですけどね。やばい、あぶねー。よし、ここもね、蜂が出るかどうかによって難易度が結構変わります。今回あんま出てきてくれない。出るときね、ほんとバンバン出るんですけど。あー、おい、いたんかい、出てたんかい、お前。じゃあ、よし、でもおしまいですね。最初の3、4体のクリーパー、あれさえなんとかすればなんとでもなると思いますので、はい、あれを注意して、まあ、8やら愛のメダルやらで処理してください。ここ報酬でね、槍です。槍を持っていきましょう。はい、で、槍にエンチャントを入れていきます。重力、そして雷ですね。んで、爆発も入れちゃって大丈夫です。いくぞ。槍が苦手っていう人もいるかもしれないですけども、ぜひね、槍は使ってほしい。うん、強いよ、槍。よし、オッケー。確かに火力はね、驚くほどあるわけではない。だけども、危ねえ。よし。あ、やっぱさすがに。OK。勝てえな。あ、ミスった。すいません、ちょっとね、気を抜くとこうなります。よし。とにかくあのゴーレムがね、ここの問題点なので、あいつを、よし、ドラを使って雷ですね。いけ。で、蜂も OK。 今回ちゃんと出てきてくれた。よし、 OK ね。いや、さっきなんでやられたんだ。まあまあ、あれかポーションを極限まで我慢しすぎたんだ。ポーションバリアが入ってるんで、あの、危なくなったらもう瞬間使いましょう。あとどこだ？あ、いた。で、終わり。21回クリアです。で、ここ、報酬でコグクロスボウを取っていきましょう。よし。で、ここは俺はいつもと同じく一気に突破していく感じですね。いけ！オッケー、一気に突破する。ナイス。あぶねえ、今回はミスらないよ。ポーションバリアはしっかり使っていく。で、爆発が入ってるんでガシガシ倒せるんですよ。爆発を入れておくとこういう利点があって、多いところでは有利になります。
しゃ。で、もうそろそろ忙しいところはおしまいですね。22回クリア。だからいつの間にか、あ、蜂がいたのか。ナイス。防具がね、強化されたんで、蜂も強化されてますよね。よし、はい、ゴー。はい、23階です。ここは何もいりません。で、またここも長いのよ。うん、まずはここら辺に、出てくる敵を最後まで沸かせきってから、先に進んだ方がいいです。この沸かせきるっていうのが重要ですね。あー、エンチャント入れてなかった。エンチャント入れましょう。マルチショット3とテンポと虚無を11ですね。これで十分です。はいはい。あ、そうか、さっきのところで爆発を3にしときゃもっと楽だった。まあいいや、2でもまあ十分ダメージを与えるんでね、いいじゃないですか。ナイス。8が今回は調子がいいな。この調子の良さのブレがね、なかなかありますからね、こいつが。よし、 OK、分からん、 どれが仲間なのかが分からん。あー、いった。ちょっと待って、そっちから来てる。おい、いちいちこれ戻るのがめんどくさいんでね。 OK、 もういないね。よし、 OK、 終わりでしょう。23回クリア。次いりません。で、ボス、あー、じゃない、なんか ボス部屋が似てるからね。よし、はい、どんどん行きましょう。極力近接で戦って、爆発させてダメージを稼ぎます。まあ、ここ敵そんなに多くないから爆発もそんな意味ないか。よし、いいんじゃない。終わり。あ、やまない。そうか、意外と湧く。確か、終わり。え、次行きましょう。本当にね、時間のかかるシーズンだね。カトラスです。カトラスを持っていきましょう。で、エンチャントですね。衝撃波、そして虚無、そして、旋風です。虚無3入れたいんですけども、旋風もまず入れときたいので、この構成でいいと思います。いくぞ。もう出てきたところを一気に叩きたいところですね。で、この下に落ちないように注意してください。これで落とされるんで。よし、あぶねー。これね、あのノックバックしてこれヒューンって落ちる時があるんで、そん時はポーションバリアで耐えてください。まあ、落ちないようにするのがね、一番なんですけどね。ここ報酬何もいりません。で、商人です。防具を上げていきます。何が出るかな。トゲ1、まあまあまあいいんじゃないですか。トゲ1か。はい、ここも特に問題はあります。アウト。エンチャントを入れましょう。虚無ですね。虚無さん、虚無さん必要です。まあ、まだ必要ないけどね。ボスで必要になるっていう感じだね。よし、なので最終的に虚無さんを入れてもいいのか。まずは旋風を入れてって、
オッケー。で、ここ戦い方注意ですね。トロッコに引かれるとものすげえダメージ受けるんで、トロッコには絶対引かれないようにしましょう。この、まあ、線路で戦わないことよね。ちょっと待って、エンチャンター多い。エンチャンターは先ですね。はい、27回クリア。はい、もうちょっとで終わりが見えてきました。長いね。何もいりません。エンチャント入れます。旋風に、オッケー。うわ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 、うまいこと爆破できなかったな。オッケー、いけ。橋の上で、この細い道の上のエンチャンターが鬱陶しいです。まず倒しましょう。 OK、 いいんじゃない。レーザーで倒すと衝撃波で、よっしゃ、終わりか。よし、はい、次。報酬何もいりません。そのまんま行ってください。で、ここも別に問題はないですね。 OK、 どんどん行こう。敵は多いんだよね、確かね。でも危なくなったらもうポーションバリア、もうそれだけです。今も別に危なくなかったけど、ディープリーフだからなんか使っちゃった。まあいいや、やっとけ。よし、オッケー。ここもね、蜂が出るか出ないかによって難易度がだいぶ変わります。終わりかな。はい、29回クリア。ようやくボス、長い。で、ここ、これです。壊れたビーコン取っていきましょう。雷の矢筒と交換ですね。壊れたビーコンが、ボス戦でかなり重要になってきます。エンチャント別にいらないですね。4あれば、旋風に入れたいところだけども、3しかない。このままでいいです。行こう。よし、あのね、すぐ使ってもいいんですよ。すぐ使ってもいいけども、俺は半分になってから使うようにしてます。半分、弱点露出するでしょ、あの時に一気にいく感じです。それまでは、テンポセットで敵の動きを遅くしてダメージを与えていく感じですかね。まあ、若干時間はかかるよ。若干時間はかかるけども、まあ、それが一番無難かなと思ったんですよね。 OK、 もうちょい。 OK、 次の攻めでいけるかな。で、ドラはね、温存しといた方がいいです。ドラを温存して、危ねえ、ビーコン使うときに、あー、そう、一気にいけるように。まあ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 、いいんじゃない。 OK、 残りはもうビーコンだけで、あー、 OK、 まあこの後いける。ちょっと待って、引っかかった。ちょっと待って、引っかかってる。よし、待て、バカ、そっちに撃つな。よし、いけ。よっしゃー、終わったね。はい、なんか最後ちょっとギリギリになったけど、え、まだ、あー、いたんかい。はい、倒しました。引っかかったな。
はい、今シーズン本当に長いので周回はちょっと厳しいと思います。はい、では報酬見て終わります。長い、ほんと。不安定はちょっと欲しいかな。どうだ、いらんな。はい、ということで、今日は長々お付き合いいただきましてありがとうございます。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。